お前たちの力を見ていっていたようだ。だが私もバリアならこの人、このままでは終わらん。黙って行っちまうなんて水くせえじゃねえか。これは俺の戦いだ。お前たちには関係がない。相変わらずだな。この戦いに巻き込みたくないんだ。待てって、俺じゃ力になれねえっていうのか。お前は分かってないんだ。との戦いが命がけだってこと。スリルを求めるだけのライディングデュエルとはわけが違う。奴らとのデュエルは命を削る戦い。あれはまさに魂をかけた戦いなんだ。その結果は、あるいは死。私はカードを1枚伏せて、ターンエンド。負けない。ルアやみんながついていてくれるから。モンスター1体につき200ポイントライフを回復。ダメージを受けなければ発動できなかった。カウンタートラップダメージリバウンド。このカードは相手カードの効果によって発生したダメージを無効にする。そんな、それって死んじゃうってこと？まだだ。そしてこの効果が発動したとき、相手プレイヤーは自分フィールドの表側表示で存在するカード1枚を選択しデッキに戻さねばならない。その上、選択したカードがモンスターカードなら、その攻撃力分のダメージを受ける。そうだ、お前たちの選択肢は一つしかない。シーアイズ・タキオン・ドラゴン。装備状態のギャラクシーアイズ・タキオン・ドラゴン。モンスターカードとしては扱わず、よってお前たちはダメージを受けない。私のターン、ドロー。私はランクアップマジック、ザ・セブンスワン、発動。このカードは自分フィールド、墓地、エクストラデッキから、オーバーハンドレッドナンバーズの召喚条件を無視して、墓地召喚する。変幻性、ナンバーズ、107。ギャラクシーアイズ、タキオンドラゴン。ランク8のギャラクシーアイスタキオンドラゴン。
カオスオーバーレイユニットを1つ使って、このカード以外のカードの効果をターンの終わりまで全て無効にし、全てをこのターンの最初に戻す。タイムタイアウト。フィールド上の全てのモンスター効果は使用不能となる。ただしネオギャラクシーアイスタキオンドラゴンのみこの効果の影響を受けない。タイムタイラントを発動したターン、私が許可しないフィールド上のカードは発動できない。セカードは発動できない。そんな、私はマジックカード銀河の施しを発動。このカードの効果で私はカードを1枚墓地に送り、デッキから2枚ドローする。ヘロタキオン攻撃だ。アルティメットタキオンスパイラル。
かの時間を稼ぐために死ににきたのか。貴様のしたことは絶対に許すわけにはいかない。たとえ何万回デュエルしたって分かり合うことはねえ。俺のターン。相手フィールドに表側守備表示で特殊召喚し、その攻撃力分だけライフを得る。ドロー。俺がドローしたのはモンスターカード、サイレントロビー。運命のクロスドローの効果でサイレントロビーをお前のフィールドに特殊召喚。チューナーモンスタージャンクシンクロンを。そして俺のライフは回復する。俺はギアラビの召喚、エクシェイズ召喚。現れろ閃光ボタン、エラノシャーク。さらに一度オーバーレイユニットを一つ使い、自分の手札一枚につき400ポイントのダメージを与える。俺はカードを一枚です。ターン。俺はチューナーモンスター、ロードシンクロンを召喚。マジックカード、ワンフォーワン。手札のモンスターカードを墓地へ送り、レベル1モンスターを特殊召喚する。俺のフィールドにチューナーモンスターが現れたことにより、墓地のボルトヘッジオークを特殊召喚。チューニングサポーターの効果発動。このカードをシンクロ召喚に使用する場合、レベルを2として扱うことができる。集いし希望が新たな地平へ誘う。光り立つ道となれ。シンクロ召喚、駆け抜けろロードウォーリアー。シンクロ召喚に使用したチューニングサポーターの効果により、カードを1枚ドロー。バトルだ、ライトニングクロード。さあ、出たよ。トラップ発動、アドバンテージロケーション。デフデル速攻魔法ハーフシャットを発動。このカードはモンスター1体の攻撃力を半分にする。そしてそのモンスターはこのターン戦闘では破壊されない。攻撃、ロードウォーリアーの効果発動。1ターンに1度敵からレベル1または2のモンスターを特殊召喚できる。ワンショットブースターを特殊召喚。ワンショットブースターの効果発動。こいつをリリースすることで自分のモンスターとバトルを行った相手モンスターを破壊する。カードを1枚捨てて、ターンエンド。俺のターン、ドロー。これはフィーバーシャーチを召喚。続いてサイレントアングラーを特殊召喚。このモンスターは自分フィールドに水属性モンスターがいるとき特殊召喚できる。2体のモンスターでオーバーレイネットワークを構築。エクシーズ召喚。現れろナンバー101。満たされる魂を見せた箱舟よ、光届かぬ深淵より浮上せよ。サイレントオーナーアークナイト。サイレントオーナーダークナイトの効果発動。オーバーレイユニットを一つ使い、相手のオーバーレイユニットに帰る。エターナルソウルアサイラン。俺は手札のエフェクトベーラーを墓地に送って効果を発動する。
相手フィールド上に存在するモンスター1体の効果をエンドフェーズまで無効にする。これはサイレントオーナーダークネスでサイレントオーナー攻撃イオンファクトリーブラッドトラッカーのポンプスピリットフォース。プレイヤーが受ける戦闘ダメージを一度だけゼロにする。スピリットフォースの効果で墓地の守備力1500以下のモンスターを1体手札に加える。ターンエンドだ。俺のターン。ジャンクシンクロを召喚。ビジョンウィンドウ発動。墓地のレベル2以下のモンスター1体を特殊召喚する。ウィニングサポーターを召喚。そしてドッペルオーニアを墓地からモンスターが特殊召喚されたも手札から特殊召喚できる。扱うことができる。集いし叫びが児玉の矢となり空を裂く。光さす道となれ。シンクロ召喚入れよ。ジャンクアーチャードッペルウォーリアーの効果発動。シンクロ素材となった時自分フィールドにドッペルトークン1体を特殊召喚する。チューニングサポーターがシンクロ召喚の素材になった時デッキからカードを1枚ドローできる。ジャンクアーチャーの効果発動。1ターンに1度相手モンスターをこのターンのエンドフェーズまでゲームから除外できる。何だと。ディメンションシュート。バトルだ。ライトニングクロー。なんであっけねえ。トラップ発動。デプスガードラー。ダイレクトアタックを受けた時ダメージを無効とし、さらにこのカードをレベル5のモンスターとして特殊召喚する。そしてこのモンスターの攻撃力は俺が受けるはずだったダメージと同じになる。かわされた。ロードウォーリアーの効果発動。1ターンに1度デッキからレベル1または2のモンスターを特殊召喚できる。チューナーモンスターバッハシンクロンを召喚。すごいし願いが新たな速度の地平へ誘う。光さす道となれ。シンクロ召喚希望の力シンクロチューナーフォーミュラーシンクロ。マッハシンクロンがシンクロ素材となった時マッハシンクロン以外のシンクロ素材を手札に戻す。さらにフォーミュラーシンクロンのモンスター効果発動。1ターンに1度デッキからカードをドローできる。手札より装備魔法ストーンヘンジ発動。攻撃力ゼロのモンスターを特殊召喚し装備するチューナーモンスターまた発信クローを召喚。集いし願いが新たに輝く星となる。光さす道となれ。シンクロ召喚異常点スターダストドラゴン。マッハシンクロはシンクロ素材となったマッハシンクロ以外のシンクロ素材を手札に戻す。俺はカードを1枚伏せターンエンド。夢の結晶が新たな進化の扉を開く。光さす道となれ。